その夜。でもルイ喋れないんでしょう。どうやらこの人はルイという人物でオリマーさんではないようですね。それからあの機体はやはりオリマーさんたちの宇宙船だったみたいです。あの巨大生物に壊されちゃったようですけど。ご飯え、待って、ちょっとなんか声が低いのも怖くない？これルイってあの外資なんだな。あれ、そればっかりね、さっきあげたじゃない。うわ、アヒルちゃんがいるとやはり気分が違うな。あー、アヒルちゃんってあれか、宙待ってる。あの、皆さん聞いてます？オリマーさんの居場所は明日聞き出そう。お、新マップか。最終エリアっぽくない？悲しき獣の塔。だってオーストラリアみたいな形してるし、最終エリアっぽくないこれ。ルイさんの言うことが正しければあの場所に本物のオリマーさんがいるはずです。これで私たちのワープドライブキーが戻ってくるのね。よし、ここは気を引き締めていこう。うおお、すげえ。獣の塔ってそういうことか。この電波、キャプテンオリマーかしら。ルイさんの話が正しければあいつ話したんか。そういうことになりますね。オリマーとは話さなかったのに。迷ってはいられない。とにかく前に進もう。てかここが最終マップじゃなかったらさ、俺もピクミンの数やばいんだけど。なんか広くね。これ中ボスの予感だね。怖い怖いよ。なんかある。あれ、これ違うの？あ、違うわ。うわ、なんだこれ。塔の上に金色に輝く物体を発見した。きっとものすごく高価なお宝に違いない。早速明日探索に行くことにしよう。いつも無口なはずのルイ君がなぜだか行きたくないと拒んでいるのが気になるが。あー、ルイあれね、本能タイプね。あー、なんかこれ来るな。大丈夫か。お、オリマーだ。あとなんか変なのいる。あれはキャプテンオリマーか。なんだこの異星人。大変金色の生き物が彼に何かしようとしているわ。まずい、早く助けに行かないと。え、なんか気持ち悪い。何これ。え、これボス。え、ああ、オリマーさんが。え、待って、これ殴っていい系。あ、聞いてる聞いてる。ちょっと待って。まだ、やべきもつけ。うん、カウンターしてくる感じじゃない。待って、これ何よ。これなんか隙あるな。今のうちで掘り出しておこう。え、チュートリアルが出てきた。また捕まった。逃げても逃げても、この塔の屋上まで連れてこられる。その度に私の意識が遠のき、一日が終わる。いつになったらこの悲しき獣は私を解放してくれるのだ。この無限地獄から私を、ああ、また意識が薄れていく。なんでお前さ、日記書いてんの？そんな時に。よく書いたな、日記。待って、こいつさ、もう一個あるからさ、あれ？ん？これ上に戻るやつか。あ、なるほど。最悪逃げられますよってことね。それは非常にありがたい。待って、なんか穴があるんだけど。オリマーさ、なんだかしないとダメか。いや、でもやるしかないな。よかった、無事だった。え、これ大丈夫か。ピクミンたち、いつもと違って行き先を迷っている感じだな。誰かが誘導した方が良さそうだな。私がピクミンたちをドレイク号まで連れていくわ。なんだこのパターンは。よし、それじゃあ私と、じゃあ僕とキャプテンはワープドライブキーを探してからすぐに後を追いかけます。 OK、 じゃあ先に行ってるわね。オリマーを運搬してるピクミンを先導せよ。え、なに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 。ちょっと待って、これ死ぬ予感がするね。ブリトニー、チャーリー、
アルフの順。オッケー、アルフが最後って覚えておこう。何このマップ。マジで塔だ。どういうこと。こいつ何なの。なんだあれ。ひょっとしてさっきのやつの仲間か。仲間どころか、さっき戦った生き物とは全く同じ生態反応です。なんだと。やつは不死身なのか。キャプテン、ここは逃げましょう。よし、至急退却だ。ブリトニーの方も気がかりだしな。透明な時は無敵、吸収されたピクミンは笛で読んで救出。なるほど。吸収されても大丈夫ってことか。じゃあお、何かないのか。何回座るんだこれ。待って、これさ、多分もうちょっと、そうだよな、10匹。謎の生命体2、金色の時は攻撃が有効。なるほど。あー、なるほど。オッケー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 。これ岩ピクミンで殲滅。まだこれなんだ、こいつら死ぬと金色に弾ける。さっきの生物に寄生されてるってことか。倒す。ほらで、ここ壊す。追いついてきてるってこと、あいつ怖すぎね。なんか蜜がある。あ、追ってきてる追ってきてる。あ、待って、これさ、あ、待って待って、違う違う、檻も運んで、檻も運んで、食い止めないといけないってことか。あ、でもブリトリンにさ、あ、変えられるか。ブリトニー投げて、ブリトニーにして、こいつが先導だから、こういうことね。で、変えて、岩ピクミン、やばい、取れなかったな、そこ。しかもなんか変な虫いる。これは何かに使えそうだな。ちょっと待って。いや、これ押し出してあいつぶったたくとかじゃない。え、オリマー吸い込まれたけど。オリマーさんが取り込まれてしまった。あの、金色になった。オッケー、落ち着いていこう。多分ね、そんなにガチガチに難易度高いわけじゃないと思うね。だってピクミンだよ。だってピクミンだよ。そんな窒息みたいなのないでしょ。だから落ち着いて、まずは橋をかけるんだけど、こいつらをまずぶっ倒さないといけない。落ちて落ちて、早く落ちて。そこ壁壊す。追ってきてないな、この犬。なんだっけ。あ、やばい、電撃だ。セーフ。危ねえ危ねえ。壊した。ん、あいつ逃げたのか。まあいいや、ハネピクミンいらないから、ハネピクミンにこれ作ってもらって。え、どこ行った。また押すのもあるな、いっぱいあるね。バイオハザードみたい。なんか終わりながらさ、マップ開拓しなきゃいけないの。オッケーオッケー、多分一周できるようにしとくんだね。橋もそういうことでしょ。なんかある、掘り出す。で、蜜は壊して誰かに吸わせよう。あ、激辛エキス、そういえばあったね。これ惜しみなく使っていきたいな。あー、橋があるのか。オッケー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 。いやー、なんかやばい、これもしかして。
オリマーさん、一体どこに連れて行かれたんだろう。ああ、もう日が暮れてしまう。仕方ない。今日は諦めて明日また探そう。え、そういう感じなんだ。オリマーさんを救出しようとしたところ、僕らは謎の生命体に遭遇した。この生命体はどういうわけかオリマーさんを狙っているようだった。ワープドライブ機が好物とかなのかな。なぜあれがオリマーさんを狙うのか、その理由は僕らにはわからない。とにかく今はただオリマーさんをドレイク号へ運ぶことに専念しよう。まあそうだよね。そうやって探索するマップなんだね。これどう考えたってあれだよな、なんか人工物感あるよね。生物じゃないじゃない、どう見たって。敵は復活してはないね。うわ、出てきた。こいつら普通に殴り殺し。これ全種類敵いる感じならミスとかもあるんだろうな。ここ自体がいろんなあれが必要な感じになってる。あーって、なんか来た。あ、じゃあこいつあれか、向かいのやつだよな。蜜すいすいおじさんでしょ。ちょっと待って、これさ、来てる。あ、来てる来てる。キーピクミンが掘るの早いから掘らして、まだ大丈夫かな。その間にこっち開拓しよう。多分またぶっ壊すものがあるんじゃないかな。あるね。爆弾か。え、待って、なんか一匹死んでる。うわー、気づかんかった、この野郎。来た。え、待って、爆弾、爆弾拾って、爆弾、オッケー。で、オリマーを食わせるとまた最初からだってめんどくさいから運ばなきゃいけないね。あ、まだいたんだけど、この虫野郎。やばい、オリマーが。よし、しょうがない。またオリマーを食わせてる間に、ちょっと俺は進める、助けてみるか。金色の時は効くって言ってたよね。待って、爆弾はね、うん、しかもこいつ早いんだけど。あ、鬼のようにダメージ入るじゃん。あ、弱い弱い。え、なにこいつ。ちょっと待って、種ピクミン、ちょっと待って、2回やんなきゃいけないね、こうやってね。オッケーオッケー。あいつなんだ、バラバラになってるぞ。さあ次はなんだ、クモか。オッケー、こいつはね、ユアピクミンで倒せることが判明したから。あ、ターゲットできねえ。あ、できた。オッケーオッケー。これで連続で投げてればいつかは当たる。余裕余裕。来てる。あー、来たー。待って、ここにチュートリアル。どうやら私は金色に輝くこの謎の生命体に気に入られてらしい。危害を加える様子はないが、どういうわけか私は話そうとしない。昔からよく犬に懐かれていたが、まさかこんなお宝みたいなやつに。うー、眠い。また強制スリープモードが発動したらしい。こっちなんだ、二つ道がある。あ、オリマーが。あ、いいや。いや、よくないか。くそ、これ大変だぞ。とりあえず多分こいつね、危害加えてこない感じなんだよな。だから、まだ、なんだ、あの核を壊せたら。え、これ岩ピクミンに壊せる。あ、壊せる壊せる。なるほど、あの状態はあれなのね。あれ、ちょっと青ピクミンさん、これ一回羽ピクミン飛ばしたらなんか別のピクミンに切り替わる仕様がむずいな。よし、全員入れな。じゃあこっち行ってみようか。暗いな、今度は電気つけるのか。
足元もよく見えない場所で私は見覚えのある植物を発見した。私の記憶が正しければこれは強い光を受けると花が咲くと言われる光綿毛だ。ということはこの近くに強い光を発するものがあったのだろうか。なるほど、やっぱ全ピクミン使う感じなんだ。あと橋がある。ん？これから投げらんないか。水、あーこれ大丈夫か。ちょっとむずいな、頭パンパンになっちゃうね。ここは？これいけそうだな。20匹か、よかった、ちょうど持ってきてて。これでどこ行くんだ？入り組んだな。これで、あれ？そっちから行くの？ちょっと待って、そっちまだ探索してないけど、あー、なるほど。水をショートカットしていくってことか、羽ピクミンは。どうしようかな。本来は多分ブリトニーでオリマンをどっかに運びながら、他の2体を動かして、まあ、おとりにするってことね。おとりにして他2体動くって感じなんだろうけど、それちょっと怖いよね、離れるのね。な、定期的にオリマー食わせて慎重に進めていくわ。うお！炎になった今度は。ああ、なるほど。この時は赤ピクミンってことね。え、これ全部の、ああ！大丈夫？うわ、あっぶねえ。これ全属性使うんだ。これ怖すぎね。やべえやべえ、一歩間違えたら普通に死ぬ。あー、間違えた。おお、これが水タイプか。へえ、面白いねこいつね。おお、びっくりした、思ったより広かったわ。あ、キーピクミンは高く飛べるから、ある程度距離作ってるってことね。10匹ぐらい失ったか、あと42。でもさ、これ多分ラスボスだよね。だって全属性使うってことでしょ。そいつがラスボスじゃなかったらもう何がラスボスなのって話だもんね。うわ、またチュートリアルが出てきた。穴からチュートリアル出てくる、なんなんこれ。思えばこれまで仕事ばかりの生活で家族と一緒の時間を過ごせていなかった気がする。妻や子供たちに寂しい思いをさせてしまったな。この仕事が終わったら家族で遊びに出かけよう。きっと楽しい時間が過ごせるに違いない。早く帰って家族の顔を見るのが楽しみだ。死亡フラグすぎない？こいつ一人でこんな死亡フラグ立ててたのか。もう少しで明かりが見えてきた。あー、これで終わりだ。あー、待った、ここさ最初のあの広いとこじゃない？ってことはここでアイス戦うってことか。え、びっくりした、ピクミン吸われてると思ったら影だった。影じゃない、鏡だったわ。え、こいつなんなんマジで。あ、オリマーさんが、うわ来た。でもこいつ好きだわー、むちゃくちゃいい見た目しとるね。多分全属性使ってくるはずだから。え、最初は使ってこないのか。じゃあ岩ピクミン投げて、うん、ダメージを与えられない。チュートリアルある。なんだ、どうすんだ、穴に入れんのか。分裂したらかけらを潰せ、雨入道だって。なるほど。お、なんか真ん中行った。これ分裂するんじゃない？あ、死ねえよ。あれこいつ。ダメだ、投げても意味ないな。え、分裂しないんですけど。あ、なんか、待った。HP の表示が今、変だったね。黄金だったね。これはどうすってこと？
おお、なるほど。オッケーオッケーオッケー。突撃させろってことね。なんでこいつ HP ばこんなおしゃれなの。絶対ラスボスやん。通常のボスがこんなおしゃれなわけないじゃん。え、マジ？まあ、3匹か。オッケーオッケーオッケー。あれ食らうんだ。あとここでターゲットできないのきついね。あ、岩ピクミンでこれワンパンだ。あぶねえ。どれだけ岩ピクミン投げられるかだなこれ。あー、ワンパンだ。オッケーオッケーオッケー。岩ピクミンがキーだね。え、 HP 高すぎね。あ、やばい、ダメだ。あん時にやっちゃダメだね。あ、ブレした、ブレした。おや、さっきより小さくなったか。あー、なるほど、面白い。でもこいつ足早い。まず倒した。こいつちょっとやばい。待って、難易度が少々高いようで。吸い込んでる。はーん、やばい、もう9匹持ってかれた。待った、忘れてた、これっしょ。激辛スプレー。こいつがこれ終わったぐらいに飛ばしてたな。え、待って、そんな、そんな花早いんだ。それは話が別だぞ。燃えた。電気。よしよしよし、すぐ戻ってこい。あー、一個しか無理だね。何個もできる感じじゃないね。またホイト、すぐホイト。岩じゃねえ、岩じゃねえか。これランダムか、完全ランダムだ。で、キーピクミン少しでいい。逃げに専念。間違えた。で、ここ踏みつぶして、これ突撃でもいける。あ、突撃でもいけるな。ターゲットできないけど、おお、これ岩だな。うわ、危な。岩だけ石持ってんだけど、なんでこれ。で、岩だけ石持ってんだよ。よしよしよし。で、この間にぶん殴る。慎重に行こう。あ、なんだこれ、第二形態っぽいぞ。お、岩、なんだこれ、どうしたらいいんだ。ちょっと飛んだだけだね。オッケーオッケー、この時殴っていいっしょ。で、戻す、殴る、戻って。いや、早い。これ吐き出すべ。オッケー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 。待って、チュートリアルも吐き出した。どういうことだ。別の何かがあるってことか。アメニュード2、飛んだら羽ピクミンに任せろ。あー、なるほどなるほど。そうかそうか、装備、飛びだけは羽ピクミンなんだ。キーピクミン、これもう隙あるときにね、ぶん投げ打んなきゃダメだね。無理やり行かないダメだ。あ、危ねえ、踏まれたの俺だけだ。あー、え、待った、や、やばい、岩が強すぎる。岩が強すぎる。いや、岩油断してると速攻で終わるわ。ちょっと待って、ピクミンの数大丈夫か。まだ俺ピクミンの数持ってる。やばい、すごい中途半端なとこで迷ったらダメだ、攻撃者。落ち着け。これ第二形態ないな。
うわー、おびくびが痛いしけない、頑張れ。お前が死んだら終わりだ。あ、でも一匹でどうにかできるようになってる。そういう難易度になってるわ。いや、これ羽ピクミンいらなくね。だってさ、無理じゃん絶対。3個、いやーきつい。あ、でもめっちゃちっちゃくなってるこいつ。 OK、 一瞬で壊す、突撃、すぐ戻らして、この間、あー助けられるか、あー危ねえ、もうちょっともうちょっと、強い、めちゃめちゃ強い。つか、なんかピクミンの数終わってる気がする。なんか40何体じゃなかったか、俺50体死んでるんだけど、俺ラスボスだからやっていいか最後まで。多分数あれだよな、もう終わってる気がするんだけど。なんか岩ピクミンさ、ばらけちゃうからさ、よくないということに気づいたわ俺。これ2匹ぐらいでいいね。いや、ハネピクミンやっぱ使わないわ。ハネピクミンいらん。飛んでる時に飛ばす方がだってリスキーでしょ。あ、こん時いけるかい、生かしてみる。お、落とした、落ちた、なるほど、そういう感じね。ここ戻す、オッケーオッケー、もうちっちゃい、本体を狙おう、なるほど、そういうのね。岩ピクミンアタック、またやばい、吸収される前に潰さないと。オッケー、潰せる、終わった。あ、あ、あ、めっちゃ壊れた。でもこれで終わりじゃない、ちょっと待って、強っ。え、まだ勝ってない、ほらお前全部潰せ、これ全部全部ピクミンいなくなっちゃうよ。本体を狙おうっつってもさ、結局あれだべ、意味ないっしょこい、通常攻撃強すぎね。吐き出すか、これで終わんないの。あ、またちっちゃくなった、なんか雨降ってきたけど、全部潰すまで終わんねんだこれ。気持ち悪くなっちゃった。いや、もともと気持ち悪かったか。で、これ羽ピクミン、あー倒した、にも HP あるんだ、初めて知ったわ。あ、勝った、え、これ絶対もう終わってるよね。俺タイトル詐欺してるよね。でもみんな絶対見たいもんな。まだ早口中声低すぎない。よし、中山市中山がパイハンでもくれぬけべっとんとろ。チューハムール。トップカン、オールマン。あ、スーリー、トライワットに。トップパープ、トムトムのトーラ。ヨンモン、カプルファイ。おっと、ヨギギ。マッタパティ、ワイティモンティクティクパンナ。いや、マジ、ルイージ、ルイージじゃねえわ。
ルーイやばいだろ。不器用なやつってレベルじゃないぞ。なんで未知の惑星であんなやつと冒険しなきゃいけないんだ。え、こいつなんなん、あいつまだ死んでなかったのか。いやもうピクミン生きていけないよ。意志がないんだから、ピクミンは誰かの指示ないと動けないんだ。無理でしょう。それは人間のエゴだよ。こうして彼らはいくつかの食料資源を持ち帰ることに成功した。そう、If they carefully cultivate the seeds they've harvested, it just may bring salvation to the people of Kopai. However, if they once again squander their resources, salvation may only be temporary. But fate will decide whether history repeats itself. Oh, 深いね。知らんけど。うわ、終わったわ。なんか思ったよりボリューム少なかったな。ま、死んでるんだけど死んでるからボリューム多かったらそれはそれでね、本当にね、ちょっとラスボスまで行ってさすがにここで切ったらみんな不完全燃焼だろうから、最後までやったけどさ、ほんとラスボス行ってなかったら普通にもうブチ切りだったからな、マジで。いや強かったな。岩状態がマジで強かったね。すげえラスボスにふさわしかったわ。でもなんかね、ピクミン2のラスボスの方が強かった記憶あるわ。変な全属性使うクモみたいなやつがいたよね。あいつね、40分とか50分とかそれぐらいかけて倒した気するわ。わかんない、大人になってから、大人になったからね、ゲームの腕が上がって弱く感じた。弱くはなかったな。あの前のね、ピクミン2のボスより、ボス、ピクミン2のラスボスよりは弱く感じただけかもしれないけどね。あ、そういえばあれか、果実ゲットできなかったのか。結構逃してるな。あー、221。